はい、どうも TCS、今回です。今回は、今日はこちら。今日はね、マーケットで売ったアイテムで、ガチャ無料で引いていこうの回です。はい、ということで、今回ね、マーケットにとある金銃をね、出品したんですけど、そちらが売れましたんで、そちらの金額を使って、ガチャの方をね、引いていきたいと思います。で、このアカウント、サブアカなんですけど、その金銃はもう無料でゲットしたもんなんですよね。なので、それがいくらかになるっていうところもね、ちょっとね、今回のポイントにはなりますね。一応無料で当てたものなんでね。はい、ではね、見ていきましょう。早速ね、もう売れてると思うんですけど、マーケットからですね、売却から、あれ、終わってるか、注文かな、注文一覧かな。はい、こちらですね。M4A1 のクロノエージェント豪華版のこちらのレベル2をね、販売しました。こちらがね、3500金ダイヤで売れましたね。まあ、現金で言うと、単純にかける2倍なので、7000円ですね。やばくない無課金のアカウントで7000円分の金券ゲットだからね、普通に熱いんだよね。なので今こちらね、3325金ダイヤ入ってるんで、これをね、金券に変えていきましょう。どうやって変えるんだ？金券に変えるには、これかな？ここで3325。で、打ったら3325バインド金券ゲットできますね。ということで、こちら交換しましょう。はい。いや、普通に激アツだよな。やった、見て、これ3900になったよ。やばくねって感じなんですけど。で、今回引いていくガチャなんですけど、今回こちらの2時3時のね、ガチャ引いていこうと思います。で、今回何を狙うかというと、まあ、衣装ですね。簡単に言うと、このアカウントの固定服をゲットしたいということで、このアカウントね、結構ね、金チケもありまして、金チケ52枚あるんですよ。結構悪くない？これ一応無料分だからね。うん。あるんで、まあ、どれかしら、ガチャで、まあ、衣装が出るとすると、まあ、仮に出たとすると、激アボイスまではいけるんですよね。まあ、ワンチャン MVP までいけますけど、頑張れば。まあ、MVP まではね、佐々木作さんかな、出たらって感じだけど、とりあえず選べる確率衣装アップは、佐々木作さんにしましょう。はい。一番狙いは佐々木作さんですね。無料でこれゲットしたら普通に熱いからな。まあ、基本的には、衣装が出たら勝ちって感じかな。で、今これ8個ね、これコインがあるんですけど、ログボのやつですね。ちょっとこれできればね、使いたくないんだけど、あ、使われちゃうかな、これ。うん、まあ、しょうがないね、それは。なんですけど、この3800金券あるんで、こちら使って引いていきたいと思います。それでは、金銃売った金券でゲットしたやつでガチャ無料分、レッツゴー。とりあえず回していいのかな？まあ、多めに買っとけばいいのか。普通に10個買えばいいのかな。いきます。それでは10連目、レッツゴー。はい。あー、ダメか。ダメか。ここから金になる可能性もあるよ。あー、ダメですね。はい。はい。10連目は爆死と。はい。で、20連目いきましょう。で、これ毎回10個買えばいいのか。はい、じゃあ20連目いきます。20連目。来い！いや、やばい。待って。これ、無料分大爆死説ある。ちょっと待って。まずいぞ。これまずいぞ、ちょっと一回冷静になりましょう。ちょっとまずい。あと10連しかない。まずいな。あ、でも天井はいきそうだね。一回天井はいけそうだわ。はい、じゃああと10。これで30連分ですね。行きましょう。頼む！お、来た！オッケー。まあ、金枠確定前に来ましたね。オッケー。3つぐらいお願いします。来い！頼む！ああ、1個か。まあ、これが衣装だったら、もう今日は神回で終わりにしましょう。これで、衣装ゲットして、金チケで進化させて、もう完全勝利ですね。それで終わりにしましょう。よし。それでは、佐々木作さん、お願いします。来い！おー、月の水戸さんか。まあまあ、悪くないな。いいね。意外と、いい引きした。え、悪くないな。はい。まあ、予想は外れましたけど、月の水戸さん、ゲットしましたね。ありがとうございます。やった。実質勝ちだ、これ。で、これ受け取ろうか。何個だ？ 5 個。だから5連分だけちょっと最後に引こうかな。ログボ10連は別の動画で回すんで、ちょっと5回分だけ引いときましょう。はい。まあ、多分出ないと思うんですけど。あ、月の水戸さんか。あー、激アボイスまですんのありかもな。一応これサブアカですからね、皆さん。うん。サブアカでそんな贅沢な悩みをしてるというね。うん、すごい激アツな話なんですけど、月の水戸さんって当たりだよな、普通に。割と真面目に一番大当たり説まであると思ってるんで。いや、金来ないな。これで金来てくれたらマジで熱いんだけどね。頼む。あー、ダメか。はい。
なんか2個もらえるから、これ2回引いて終わろうか。はい、いきます。それではラスト2回。まあ、金、これできたらすごいけどね。はい、ラスト。はい、ダメでしたね。オッケー。じゃあ、一応無料で、月のミトさんゲットしました。ありがとうございます。これは普通に嬉しいね。いや、結構神引きじゃない普通に。これ今、言うけどサブアカだからね、これ。これ嬉しいな。で、一応ね、一応、マジで、後悔しないために、このログボ10連は、ちょっと、別でね、3アカ貯めて引こうと思ってるんで、万が一これで、ちょっと、別の衣装も出るようならば、ちょっとね、今進化はしない方がいいのかなと思って、まあ、その10連で出なかったら、全然ね、ここの激アボイスまで、つけるんですけど、うん、完全につけますね、これは。いや、嬉しいな。え、マジ、意外と出るもんだね。てかね、なんで確率アップよりさ、低いの出んの？これさ、みんな確率上がってんのにさ、なんでこっちが出んのよ。なんでこっちが出るんだって感じだけど。まあ、なんか変に、なんか、この辺とか出なくてよかったね。うん。逆になんか、嬉しいけどね、それは。はい。ということで、一応ね、まあ、いいのは出たのかな。うん。出たので、まあ、よかったですね。しかもね、いつもなんか無料10連とかあるんで、めちゃくちゃこの交換チケット溜まってきてるんよね、これ。うん。261枚になってるからね。割と満足いく結果にはなりましたね。佐々木作さんはね、本赤で取ろうと思ってるんで。ということで、大満足の結果ですね。これ嬉しいな、普通に。まあ、10連の結果によって、これを最終にするかが決まりますけど。はい、ということでね、よかったら皆さんも、いらない銃ね、マーケットとかで販売できますんで、意外とね、高く売れたりする銃とかもありますんで、ぜひ皆さんね、売って、金券にして、有意義に使ってみてください。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。